おはようございます速加塾の暗号通貨ニュースです今日はですね暗号通貨界に逆風のニュースですよねあの投資家3名の暗号通貨否定論なんですよね億万長者のウォーレン・バフェット氏私もねまあ、大好きですけどもそれからバフェット氏の率いるバークシャー・ハサウェイの副会長チャーリー・マンガー氏そしてビル・ゲイツですよねこの3名が暗号通貨を大否定しているわけなんですよそれぞれの否定する言葉を いろいろと集約していかなければなりませんので放送でもお届けしたいんですけども1つ例を取ればあ仮想通貨、暗号通貨はですね資産クラスとしては何も生産していないとビル・ゲイツさんがあおっしゃってるんですよねこれは私もですね実はその通りだなと思ってますあの資産ではないんではないかなと思ってますでも逆に資産を作りつつある、まあ、黎明期なんだなとも私は捉えてるんで暗号通貨に注目してるわけですけどねそして彼は4年前にはビットコインを面白いと言っていたんですよこれは、まあ 言えてたんですけどもビットコインでいいんじゃないのっていう風に言ってましたけども今回姿勢を転換したと言えますまあ、ですから人の気持ちとか判断っていうのはこうやって変わっていきますのでたった一瞬一点の意見とか思想を捉えてそれがずっと続くって考えるのはまあ、かなり危険かなと思いますよね やっぱり全てを固めずに流動的に捉えていくとねフレキシブルに柔軟性を富んで見ていくそして自分も柔軟性を持って、えー、頭を使っていくってことが非常に大事なんではないかなと思いますそして、えー、暗号通貨を支持する年齢層にも触れて まあ伝統的な著名の投資家資本家は暗号通貨を容認するのは難しいんではないかなというふうな雰囲気ですけどもねで3名を集めたインタビューっていうのは暗号通貨否定,しか否定派しかおらずに肯定派がいなかったところで行われたんですけども市場への影響っていうのもどういうふうに動くのかこれから楽しみだなと思ってます私の放送はいつもなんですけども今皆さんが必要としているものっていうよりも多分ですね3ヶ月後くらいに あーなんかもうちょっと前に知っとけばよかったなみたいなのをずっとやってますんで多分ね今、えー、セ,ンンセンセーショナルにこの暗号通貨とかあ仮想通貨に関わってる方が知りたい情報っていうのは私の3ヶ月ぐらい前のね YouTube に出てるんではないかなという形でございますね、えー、昨日もですね、えー、カルダノの A だとかが、まあ、レーシングチームの、あのー、CM に 広告にななりまましししたたたよっってお話かかもしれません一昨日だったかな、まあ、実はですね、えー、このレース業界っていうのは F1 から FE っていうんですかフォーミュラー E っていうのに変わ,って変わりつつあるんですよ要するに電気自動車のレースに変わってきてるんですよね電気自動車でものすごい馬力を出してものすごいスピードを出すレースこういったものにシフトしているということもありましてもしかしたらですねこれからですね IoT とかあ AI とか人工知能とか ブロックチェーンとかこういうものを組み込んだレースってものが F1 っていうのがね FE っていうんですかねそういったものにどん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 流れていくときに先駆者としてカルダノがいたのかもしれませんよね、まあ、それから私はですね名前は出せないんですけどももっとですね、えー、この F1 業界に組み込んでいるファイナンスのチームがあってですねここの、まあ、利回りもものすごいいんですけども、まあ、こういった情報を見ていくとですねいろんな部分で 我々が意識しない業界から変わっていって、我々が意識している業界が後でです、ね、最終的に、えー、顕在化されて変化していくんではないかなというところで、我々が普段目にかからないような、見てないようなところの情報をやっぱ積極的に取っていかないといけないかなというふうに感じております。それは、ね、暗号通貨の世界ででも一緒ですよねウェアラブル 端末とかね、結構あるんですけどもあ、岡本さんおはようございますご無沙汰でございますまた会いましょうまあそんな形でですね今日あスゴさんも京都でよろしくお願いしますはい、では今日の暗号通貨ニュースは以上かなと思いますけどもあ速化軸ニュースはね、すぐにお伝えしますのでそちらの方でもよろしかったらよろしくお願いしますそれでは失礼します